はい、こんにちは。12月15日から年賀状の受付が始まるということで、今日がちょうど1ヶ月前になりますね。そこで、前回、この郵便年賀 .jp のデザイン、はがきデザインキット2014をご紹介しましたが、今回は手作りハンコ風作成ツールをご紹介したいと思います。これ、インターネット上で、手作りハンコ風、なものを作ることができるようです。こちら、手作りハンコ作成ツールって書いてますね。ここをクリックします。はい、手作り風ハンコ作成ツールということで、年賀はがきに手作り風のハンコを挿入することができるということで、こちら、ハンコを作る、ここをクリックします。そうしますと、画像をハンコにする、テキストをハンコにするってありますね。こちら、画像をハンコにする、これ作ってみましょう。はい、1番、2番、3番、1番、ハンコのデザインを選択してくださいということで、四角枠、丸枠、暗部にインク、明部にインクってあるんで、とりあえず四角枠で暗部にインク。で、2番、インクの色は、とりあえず赤にしましょう。で、3番目、画像をアップロードする。これ、写真をね、アップロードする際に気をつけないといけないんですね。例えば、これにしようかな。はい。そして、次へをクリックします。はい。そうすると、写真、画像でハンコができるんですけれど、ちょっとね、写真の、バックの色とかが、暗いところが多いと、顔がはっきりしないんですよね。これで、いいかな。で、この、操作パネルがありますんで、これで写真の移動、上下の移動ができますんで、ここで、調整できます。こんな感じですかね。はい。で、これで、あれこれと、調整ができるようですね。拡大できますね。はい。はい。ということで、かろうじて顔っていうのがわかるかな。で、よし、これで OK と思ったら、完成をクリックします。はい。このような感じで、画像で、ハンコ風なものができました。で、これは、ダウンロード、することができます。それと、Facebook に作ったハンコを投稿することもできます。とりあえず、パソコンにダウンロードしたいと思います。はい、ここに保存します。はい、これで、ダウンロードが完了です。はい、戻りましょう。戻る。で、また戻ります。戻ります。はい、今度はテキストをハンコにするということで、こちらをクリックします。同じように、1番、2番、3番とあるんですが、とりあえず今度は四角枠、文字にインクを選びます。そして文字、漢字、ひらがな、カタカナのみ、最大4文字、3文字までは縦一列にレイアウトされますってあるんで、じゃあ、私の名前にしましょう。で、次へ。はい、できました。なんかすごい名前、すごい漢字ですね。はい。この操作パネルで、あれこれいじることができます。これでいい場合には完成。はい、できました。これも、パソコンにダウンロードできます。このダウンロードをクリックします。はい。そして保存を押します。これ名前を変えないといけないですね。
はい、ということで、よいしょ、名前を付け替えて保存。はい、これで、保存ができましたんで、結構ね、これ、使えるツールではないかなというふうに思います。はい、今回はですね、郵便年賀 .jp の手作り風ハンコ作成ツールをご紹介しました。まあ、年賀状に、まあ、ちょっとしたアクセントをつけるためにね、この、手作り風ハンコ作成ツール使えるかと思いますんで、試してみてください。はい、それでは失礼します。僕たちの未来はそんなに悪くない。踊る宮崎大捜査線 YouTube 出張所です。このチャンネルでは南九州の話題、スマートフォンの話題、YouTube ライブをお届けしています。南九州の話題、イベントがあった当日または翌日にアップロードします。スマートフォンの話題、定期にアップロードします。 YouTube ライブ4度頻度ない夜、毎晩午後10時30分より、タイトルに沿ったおっさんの一人語り的な番組です。ご意見お便り募集しています。グッド、バッドの評価ではなくコメントいただけると幸いです。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。